ルセラフィム、ルセラフィムのファーストスタジオアルバム、アンフォーギブンの最初のコンセプトである、ブラッディローゼバージョンのコンセプトフォトが公開された。公開された写真は、他人の評価にとらわれずにルセラフィムの道を開拓するというメッセージを視覚的に表現しており、人が座っている机の上に立ったり、古い本を燃やすなど、世の中が決めた枠から抜け出して一歩進んでいこうとするメンバーの姿が表現されている。顔に残った赤い傷と涙が容易でない旅であることを推測させるが、ルセラフィムは強靭で大胆な目つきでその選択に対する確信と連帯の意思を表している。ファーストスタジオアルバム、アンフォーギブンは予約開始から7日で韓国の予約注文枚数が103万枚を突破。セカンドミニアルバム、アンティフラギルは約1ヶ月で62万枚の予約注文枚数を記録していたが、1週間で前作を大きく上回る記録を打ち立て、その人気成長速度を誇示している。